アモーレボンジュール。何ですかそれ。わかんない。急に何ですか。私は今とってもテンションが高いです。え、どうしたの。何があったかというと、それはね、なんでこんなテンションが高いの。こんなにテンションが高いのは何でかというと、これのせいです。ブーン、イエーイ、新しいソファーが家に届きました。いや、これはもう、これは派手。最強ソファー。うん。もううちらね、もうどんぐらいソファー見てた？もう。いや、本当に家具に関しては、うん、永遠に揉め続ける課題だったよね。そう。やっぱ子供の名前と一緒でも趣味が永遠に合わないんだよね。うんうん、やっぱり俺らって、うん。うん。もう見てるアニメの趣味も、好きな芸能人の趣味も、好きな家具の趣味も、好きな車の趣味も、好きな名前の漢字の趣味も、もう全部合わないわけよ。好きな人間も違うよね。うん。究極言うと。そう。うん。わかる。まあ、夫婦になり、決めるのに一番苦労した点ですね、家具。てか、今もまだここは試行錯誤中なんですけれども、うん、ここに引っ越してきた時にさ、めっちゃさ、私がさ、なんか、オーガニックみたいな、なんか白、木みたいな感じのこうテーマにしたらさ、ウー君一生不機嫌だったじゃん。うん、ブチ切れたよね。本当にないわと思った。いや、私は別に好きだったよ、全然。いや、ないね。あまりにもない。センスがなさすぎる。まあ、ウー君からしたらセンスがないってことだったわけで、別に視聴者さんからはすごい可愛い家だねって言われてたわけね。だから、やっとそんな二人が同じ気持ちで同意したソファーがこちらのソファーですってこと。ででん。これは素晴らしい。これはね、ロッシュボボワっていうフランスのブランドなんですよ。うん。イタリア家具とか、フランス家具とか、アンティーク系の家具とか、いろいろオランダ家具とか、いろいろ見た。うん。まあ、日本ももちろん見たし、うん。見たんですが、私たちっていうか、まあ、ウー君がもう派手一線、もう奇抜一択、みたいな感じだったから。いや、そうよ。でも、あーちゃんも、ピンク黄色っていうのは超いいなと思って。うん。で、これはね、いいところは、カスタムができるんだよね。うん。カラーとかも一個一個気に入るやつを選んだの。組み合わせで。ね。組み合わせたんだよね。一緒に選びに行ったよね。行ってねえや。お腹の中にいたわ。そうだ、一緒にいたもん。これめちゃくちゃ届くの時間かかったよね。めちゃくちゃ時間かかったよね。めっちゃ時間かけて、超悩んで悩んで、もう、これだって見つけたんだよね。いや、こういう、はんぺんと背もたれがあるのが、繋がってこう2段になってんだよね、こういうのは。そう。これがあと3つ下に置いてあるんだよね。うん。1、2、3、4つ。これが4つなのと、これも4つ。だから人が来たらバラせるというやつですね。人が来たらバラして座れる。ものすごく座れる。うん。そしてここにも、可愛くない？ここにもあります。これはね、ポンスがね、家に届いた瞬間に、コマド炭治郎じゃんって言ってました。うるさ。いや、なんかね、これね、結構芸能人の人も使ってるみたいで、そうね。有名な方と被ってたらしいんですけど、うん、私たちはあんま知らなかったから、まあ、気にしてないんだけど、そうです。まあ、結構そんだけ、まあ、人気な、そしてお高い家具ですね。そうですね。なんかさ、こういうのさ、すごいさ、乳児はさ、カラフルで楽しいかもしれないね。ね。ね。しかもね、これ素晴らしいのが、やっぱり、僕たち映像のお仕事みたいな感じなんだけど、うん、こういう映えがすごいね。この映えはすごいね、さすがに。これ下とかちょっと見ていくか。そう、このソファーは計、8ピースからなるソファーになっておりますね。うん、なんで？この黄色の下はこのような色ですね。うん、そう。こういうのできる。できる。これでここに黄色をこう置いて、こういうことにもできるとか。で、このピンクの下が何だっけな？このピンクの下が、あ、うん、この柄も可愛いね。これの下は、まあ、緑ですね。これの緑バージョンだね。そう。結構私緑も好きなんだよね。これ確か建造だっけな？建造コラボ。そう。だからなんか建造がコラボしてるから、こう、あえてフランス家具なんだけど、こう日本を思わせるようなこういうデザインがこう入ってんのよ。こうやって。うん、でこれが格子柄で、これも日本特有の柄じゃん？こういうのを待ってた俺は。もうちょっと広い家だったらこれをもっとバーンって広げてとかできるんだろうけど、そうだね、まあ、ちょっと今のところ積み上げた状態で使ってるって感じだね。素晴らしい。めちゃめちゃ楽しい。私は家具全然詳しくないんでわかんないんですけど、なんかここまで決め込んだならカーテンと照明とかも全部一気に変えちゃいたいなと思っておるところでございます。
あの奥の部屋の眉玉みたいな照明も日本のデザイナーさんのすごい有名なライトなんだけど、こことここはね割と結構適当に選んだんだよね。ここ結構気に入ってるけどね。これはちょっと適当に選んじゃってるので、カーテンも適当に選んだので。いや、カーテンは適当すぎる、ね、うん、ちょっとくすんじゃってるから、この家具を映えさせずにももうちょい締める色をガッて入れてもいいかもしれない。まあこれは YouTuber の皆さん全員に言いたいけど、カーテンは遮光一択です。本当にめっちゃ言ってるよね、うくん。私は日が差し込むから7割ぐらいの遮光で。無理無理。好きなんだけど。無理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 、ほんと無理。無理無理無理、やっぱ無理。いや、遮光じゃなきゃ考えられないな、俺は。わかりました。遮光カーテンに買い替えましょう。全部俺の言うこと聞いて。お願い。わかったわかった。家具はそうする。あー、うーくんセンス絶対あるから、もう信じるよ。まあ、派手すぎるけどね。ガチャガチャにならないことだけ。だからカーテンはさ、一色とかでよくない？一色青とか緑とかでよくない？青よくない？なんか、サファイアブルーみたいな色。あー、いい。え、めっちゃそれにしよう。はい、ということで、新しいソファーの、紹介でございましたけれども、これからはしばなんチャンネルがこの背景が多くなるんじゃないかなって思います。ちょっと今バラしちゃったからぐちゃぐちゃなんですけどね。ポンスはめちゃくちゃここでね、ビヨンビヨン。そう、アスレチックみたいにポン、ポンポン、ポンポン飛び跳ねてます。待って。どうした？今ポンスあっちの部屋でミラクルチューンズを見ていました。この人最近ミラクルチューンズ大好きです。